1995年1月発売。形式名 ECEQA。通称エボ3。キャッチコピーは、進化は止まらない。エボ2の基本車体構造には変更なく、エンジンの冷却性能や空力性能の向上のみを目的に開発された。市販車では、異例の大型のリアウィングや、開口部の大きいフロントバンパーを備える。外装だけでなくエンジンにも改良が加えられ、出力を270馬力まで向上させた。エボ1やエボ2と比べ、派手なエクステリアで第1世代の完成形といえるモデルであり、WRC で初めてチャンピオンを取った車両でもあることから、歴代ラインエボの中でも一定の人気がある。当時のデートカー市場で大人気を誇っていたホンダプレリュードの対抗馬として開発され、未来的なエクステリアデザインや CM や雑誌広告のコピーでもアートフォースシルビア ART フォースシルビアと表現し、グッドデザイン大賞を受賞した。そのシルエットから女性の人気を集めただけでなく、当時すでに少なくなっていた手頃な価格の後輪駆動車で、特にターボ車はパワーが十分にあり、スポーツ走行にも適した設計であったため、アフターマーケットにおいてスポーツ走行用の様々な改造パーツが開発され、特に走り屋の若者を中心に大きな人気を博した。販売台数は約30万台と、歴代シルビアの中で最多を記録した。